ゴーストチャンネルをご覧の皆様、2022年もそろそろ終わろうとしておりますが、いかがお過ごしでしょうか。皆様にとって今年はどんな年になりましたか。たまには今年1年の出来事を振り返ってみるのも良いかもしれませんね。というわけで、今回の動画は総集編です。続いて年末はこれより、数回に分けて総集編をお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。ゴーストチャンネル、今年の重大な出来事といえばやはり、ハクトラザさん、ではないでしょうか。我々とハクトラザさんが初めてお会いしたのは実は、今年の2月頃ということで、もっと前だったと錯覚を覚えるほどに、今年は何度もコラボ動画を撮らせていただきました。今回はそのハクトラザさんとのコラボ動画から、名場面を抜き出して総集編という形でお送りさせていただきます。初めての方もそうでない方も、ぜひご覧いただいて、よければ本編の過去動画についても見返していただけるとありがたいです。それではまずは、ハクトラザさんとの最初の出会いのシーンから、人見知りが炸裂している Y 氏の様子にもご注目ください。呪い不動産、恐ろしのかくれんぼというか、お化け屋敷でいいんですかね。そうですね、リアルホラーゲームイベントとなっております。自己紹介。あ、すいません、ありがとうございます。関西ホラーエンターテインメント集団ハクトラザで、代表を務めさせてもらってます。そしてお化け屋敷プロデューサーの大賀虎之介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。なかなか凝った作りのめちゃめちゃ怖いところですけれども、はい、本日はどのようなことをさせていただけるんでしょうか。はい、今から実際に、はい、お札を7枚と、はい、あと呪いのぬいぐるみを5体、はい、このお部屋を、まあ、探索していただいて、はい、で、まあ、こちらにちょうどこういう神棚みたいなものがあるんですけど、はい、まあ、こちらに全部、置いてほしいんですね。で、この家では、まあ、幽霊が徘徊していますので、はい、まあ、その幽霊に見つからないようにそのお札を集めてほしい、そういったイベントになってます。はい、あれですね、タイガーさん、こんなお仕事をされてると、はい、結構いろいろと本当に、はい、怪奇現象が起きたりとかも、あります、あります。ここだけじゃなくて、はい、ありますよね。あります、あります。まあ前回そのプロデュースさせてもらった場所にも、はい、まあ、結構怪奇現象起きたりとかしてて、はい、まあ、例えば懐中電灯を、はい、まあ、壁にこうつけてるじゃないですか、はい、それが何回も落ちるんですね、うん、でなんで落ちるんだろうと思って、はい、ちょっとこの位置を変えるんですね、はい、そうするとピタリと落ちなくなるっていう、うんうん、でそれはどうやらその子供の霊がまあ、いててですね、でその子供の霊がここじゃないよこっちだよっていうのをずっと言ってるだったりとか、まあ、袖を引っ張られるっていうのも結構ありますし、でも後ろ壁なんですよ、誰もいないんですよ。やばい人やでも僕たちは全然怖くないですもうそういう本物のそういう霊たちと一緒にこのお化け屋敷を作り上げて、なるほど、考えなので。4体なんですけど、お札2枚ぐらいのところで僕が脱落しちゃいまして、うん、一番最初に、まあ、永久シャットアウトされましてですね謎解き要素もあるんですけど、うん、怖すぎてね、多分 IQ3 ぐらいしかなかったんでで心霊スポット行ってる時より怖かったもん。心霊スポット行ってる時より声出たからね、うわー言ってたからね。それびっくりした。聞こえてきました初めてショウスケのあんな声聞いた。まあ僕多分一番最初に見つかったんですね、はいはい、誰よりも先に見つかった時に、はいはい、うわーってなって、はい、ちょっとびっくりすぎて先っぽ濡れちゃってます大人としては大人としてあかんやついろんな場所でこれからもお化け屋敷とかこういうイベントを展開しているんで、はい、そちらにもぜひ来ていただけたら嬉しいなと思ってます。次のイベントの時についていくから。いいですね、はい、怖いわもうこれから毎回来ていただけたら勘弁してよ
その後本当に毎回撮影 OK イベントに関しては全て参加させていただきました。その中でも2回目に行かせていただいた京都の旅館で行われたイベント、恐怖度的には今年1だったかと。その時のもしして2人のリアクションとイベントの様子をご覧ください。タイガさんの心霊体験エピソードも合わせてどうぞ。本物の旅館を、丸ごと一棟を使ったお化け屋敷を体験していただきたいと思っております。すごいスケールですね。前回もね、なんかちょっとエピソードみたいなのを伺わせてたんですけど、はい、何かやっぱりこのやってるといろいろ起きますよね、はい、そうですね。僕地元が石川県なんですけど、まあ、石川県の、まあ、あえて名前は出さないんですけど、はい、まあ、あの学生さんたちがよく泊まる、はい、まあ、施設みたいなところがあるんですよね、はい、でその施設の、周りが山なんですよ、はい、でその山全体を使った肝試しイベントを、まあ、制作してくれっていう依頼があって、はいはい、で僕がまあ演出をかけたんですね。でその時に僕とあと3名スタッフ、はい、まあ、要は計4名でいて、その山の周りにはあと誰もいないんですよ、はい、で夜の8時ぐらいに、まあ、ここはこういう演出して、ここはこういう演出してっていうのを、まあ、歩きながら、うん、あの回ってたんですね、はい、そしたらいきなりダーンっていう男性の叫び声が聞こえたんですよ。その叫び声が聞こえたと同時に、まあ、あの、まあ、やっぱ山の中なんで鳥とかがいるじゃん、はいはい、その鳥が一斉にバーンって羽ばたいたんです。で、なんやろ今のって言って、まあ、でもその時は僕全然気にしてなかったんですね。でその施設の人にそのことを言ったんですね。そしたら実は何十年前にその男性の方が、まあ、自殺をしたと、うん、でおそらくその男性の叫び声だったんじゃないかなっていう。でも僕はその時に思ったのが、あ、めっちゃええやんってなって。はい、本当にお化けたちと一緒にこういうお化け屋敷を作っていくっていう、それをまあ目指してるんで、まあ、今回も一緒にやってくれてるんちゃうかなと思いますね、はい、ぜひぜひ今回もなんかね連れて帰ってください。あんまりそのおすすめいらない。皆様をご案内いたします、ニーナと申します。ニーナのような怖いもの好きのために肝試しプランのご宿泊を用意させていただきました。ではこちら階段級になっておりますので、お気をつけてお上がりください。こちらでございます。脅かす以外は100点の接客やねんけど。うお、見た。お客さん、隣のお客さん。あの、すいません、どうされましたか。私の顔、どうですか。違います。いや違います。私のことですか。違います。私のことですか。いやそうじゃないんです。私のことですか。いやそうじゃないんです。私のことですか。私のことです。もうほんまごめんなさい、ほんまごめんなさい、あごめんなさい、ごめんなさい。手出してくださってたんですよね。ちょっと一瞬だけ、あのどっちの足か教えていただいてもいいですか。いやいや、やめてもう。申し訳ない。
し訳ない。大丈夫ですか？はい、漏らし具合は下の方は大丈夫でした？下の方もうほんまにやばい。マジでやばい。前回、まあ、軽くちょっとあ濡れてんなぐらいで、今回もうほんまにちょっとあのこの後ちょっとほんまにパン使ってもらって結構いってる。ほんまやられた。えぐい。ほんまにえぐい。水と関わりたくない。続いては心霊ではなくスプラッターをテーマにしたハクトラザさんの問題作イベント私の生贄シリーズ。参加者がまるでドラマの中の登場人物として参加できるハクトラザさんの真骨頂、その演技や雰囲気をご覧ください。ケイとアちゃん初参加の様子も。お願いします。ニーナです。あ、どうも。あ、どうも。よろしくお願いします。いつもはお化け屋敷なんですけど。緊張します。声めっちゃ小っちゃい。いつもは闇オークションに参加したお客様ということで、大富豪の設定で、はい、お客様同士でデスゲームをやっていただくという。ゲームやから僕がだから何かするかもしれないってことでしょ。そうですね、はい、もしかしたら社長さんに訪問するかもしれないんですよ。それはいい。できてるわ。ケイト待って。
はい。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 うるさい。ごめんなさい。調子おりました。お前紐取ろうか。ち、あれ？あれ？モーストチャンネルで運営資金が大事なの。あ、結構地位は低いぞ。お金もらってた。本業になった気分や。ジョーカーゲーム、ルールはもう分かるわね。みんなの命がかかってる。一番前のあなた、あなたの運次第よ。よく考えなさい。今日出てたじゃないですか、うん、あの人がなんか撃たれるとかそういうエンドがあったという話を聞いたんですけど、はい、俺そこで倒れる用意してたのにずっと中腰でこんな状態そこで一人でオロオロしてたの台本にないってなってますなるほど、なるほど。従来のお化け屋敷にとらわれずにこう新感覚のお化け屋敷、あ、こんなのもお化け屋敷のくくりに入るんだっていうところをこう僕たちが展開していけたら嬉しいかなと思ってるんで、またぜひ来てください。はい、はい、心霊スポット大好き女子大生。あ、そうです、そうです、ね、大好きです。じゃあ次うちの方で一緒に行ってもらって、行きましょう。今日もなんか教えてもらった心霊スポットがあって、マジですか。あ、そうなんですか。情報提供いただいたんで、まさかね、この誘いにビビって断るなんてね。というわけで早速、ハクトラ座の方を心霊スポット撮影にお誘いした回がこちらです。翔介くん一人会かと思いきやね。かと思いきやね。ゲスト呼んでおります。ね、先日ね、ちょうどコラボさせていただいたハクトラ座さんのメンバーの方を呼んでおります。はい、サイコパスと言われている二人を呼んでおります。では紹介お願いします。もっとキャスティングがあるやん。どうぞ。はい、どうも。はい、お化け屋敷プロデューサーのタイガです。メンバーのアンナです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。というわけでですね、はい、普段はお化け屋敷をプロデュース、そして演技されてお化け役とかもやってらっしゃる方を実際に心霊スポットに連れてきてみました。どっちかというとお化け大丈夫なサイコパスであるところの2人を呼んだという認識なんですか。はい、大丈夫です。はい、タイガさんはもう間違いなく、はい、サイコパス、間違いなくサイコパス。これほぼ悪口ですか。アンナさんは実際どうなんですか。こんなに温厚なのにって感じなんですけど。いや、彼女は間違いなくうちではサイコパス。ああ、じゃあもう欲しいな。どうしましょう。サイコな仲間たちで。実際の事件といたしまして、はい、まあ、駐車場で焼身自殺をされた方がおられるということなんです。で、まあ、その駐車場っていうのはどこのことなのかなっていうのがありまして、はいはいはい、ちょっと分かんないんですよ。はい、なんで、まあ、ちょっとそこも探しつつ、はい、いいでしょ、沢さん。いやいや、そういうやっぱ人間の思念みたいなのがそういうところに残ってる可能性があるんで。ああ、確かに、はい、じゃあちょっと今日は探索型と。そうですね、サイコパスばっかりやん。ウォークスルー型という。ウォークスルー型。ミッション形式。ミッション形式。駐車場ついてから足痛いんだけど。それはどっち、左か。左だけど。僕もその前に一回その掴まれたことがあったんですけど、だから言うたらこう掴んでる、掴んでて、まあこう引きずられてる感じですよね。だけどこれがこう行ったりとかも結構するんで、同じ劇団員だから許されたことですね。すいません、入らせてもらってもいいですかね。恐怖に勝るものを今見出せた。あ、ほんまどんな怖い。車中で話これ聞いたんですけど、過去にだからタイガさんがその霊に足を掴まれて、その時は清めの塩みたいなものを使われて、そうです、そうです。そしたら足が急に軽くなった。急に軽くなった。大のニーナさんがってことだ。そうね、そうです、そうです。まあ、ニーナさんはその霊感があって見えるということなんで、そうです。もう女性が、はい、しがみついてるから、はい、それは左は重いよねって言われて、
って塩をパッとやってくれたんですよ。そしたらもう本当に本当に何もなくなって軽くなって、なるほど、一回ちょっと写真撮って送ってみますか。あ、いいですね。あ、はい、バイバーイ。もうもうニーナさんだ、聞こえる？私もさっきから左足痛いんやけど。あ、同期してるってことですか？同期してるかもしれないな。なんかふくらはぎらへん掴まれてる感じすんね。ああ、そうそう、アンナちゃんも言うてんね、うん、アンナちゃんもここを掴まれたりとかこっち掴まれたりとかっていう感覚があるらしい。女の人？へえ。ああ、女の人。なんかね、なんか指が細いんですよ。へえ、やば、怖、気持ち悪。手がちっちゃくて。おう、あ、やんな、やっぱりふくらはぎに食い込む感じ。ちっちゃい子が掴んだり手が小さい人が掴んだら食い込む感じするやん。あ、うん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 、そうやんな。なんかね、多分子供の声やねんな。さっきもねねえって聞こえたりとか、うん、なるほど、わかりました。ありがとう、ありがとうございます。もしかしたら何かあったら、もしかしたらまたご連絡するかもしれませんが、また、はい、はい、あなたが起きとってくださいね。お風呂入ります。そして2022年の夏が始まり、アクトラザさんによる怒涛のイベントラッシュ、できる限り参加させていただきました。今から皆様には、見ました。おーおーすいません、今回プロデュースしてくださったアクトラザさんの代表、ニーナです。お願いします。もういい、もういい。万が一ステーションのニーナです。よろしくお願いします。なんでもう一回万が一ステーションの、何やねんその名前。ニーナさん、あれですよね、結構こんな企画してるけども自分はビビリなんでしょ。ビビリです。死んでほしい。ちょっと目が泳いでる感じがする。マジで。あ、気つけてね。もうなんか嫌な声。気つけてね。奥の朗読をお願いいたします。むかつくんやけど。しゅんさん覚えとけよ。パニックで渡すわ今。走らないで。走らないです。走らないです。はい。うわあ！うわあ！あんなに追いかけられてるのさ。走らないでください。無理。ダイエット。走って。ダイエット中だ今。そんな怖がらせ方もしてくるんですか。音楽止まりましたけど。開けてください。しょい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 これか。音にびっくりした。もう大丈夫、意識は。やっぱり怖かったです。こちらのお化け屋敷は、我々ハクトラザでは結構珍しいんですけど、ウォークスルー型のお化け屋敷になってます。なので自らこう歩いて出口まで向かうようなそういったタイプの、はい、お化け屋敷になってます。こういったね、可愛いキャラクターが、結構中で出てくるんで、結構子供向けなのかなっていうところは。じゃあちゃんさんもね。あ、そうですね、全然大丈夫。なるほど、はい。私のままごとセット返して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 返
俊介君と社長はちょっと夜公演の方を体験していただいて、あーちゃんさんにちょっと昼公演の方、今のリアクション見てもらったら分かる通り、まあ、ちょっと夜は無理だろうということで分からんけど分からんけど、ちょっと昼公演の方じゃ行ってもらいます。はい、はい、じゃあお二人はここは分かれる、ね、そうですもういいよ。
入り込んだ、そういった設定のイベントになります。悪魔っていうやつに拘束しろって言われて、俺いいやん、あいつがまた来るから。誰だ、ここの宿泊者か。宿泊者です。あ、よかった、私もここの宿泊者だ。自己紹介を先にしよう。私はベンだ。ベンさん、ケイです。医学博士をやっている。どうぞよろしく。お願いします。奥側に進んでくれたまえ。僕は手前側から一緒にベッドをめくるんだ。せーの。早く早く逃げるんだ。3169、ちょっと様子見に行きましょう。3169、はい。ある社長さんとケイさんという方でしょうか。お失礼いたします。お邪魔、パジャマ。じゃあ一番の突き当たりに木箱が置いてあります、うん、それに両方入れて戻ってきてください。行ってきます。お願いいたします。いやいや、来てたね、違える体勢。突き当たりに木箱がございます。この奥来てよ。じゃあ私は見つかってしまうので的になりやすいので絶対俺の方が的になる。これで沈まるはずです。戻ってきてください。チャットおいで沈まるはずです。届けまして大丈夫です。ありがとう。トラダさんのもう一個の裏ミッションとして社長を怖がらせるっていうミッションが実はあったんですけども、今回はいかがだったでしょうか。心の俺がびっくりした、はい、なるほど、やはりノーリアクションだったということで。そうそう、残念残念、はい、リトルクモスと社長はうわーって言ってたから。なるほど、うわーってなってるやつがこうやって歩いてそうそう、ハクトラザさんコラボでの注目ポイントとしてゴースト社長のむリアクションというのがあります。ではゴースト社長による無反応リアクションの様子をご覧ください。もしなかったですか。なんか落ちてきた。よいしょ。こうじゃあ失礼いたします。これを締めた方がいいのかな。はい、では失礼いたしました。奥に祭壇がありますので、ごめんなさい、入ってきちゃいました。あ、先生、そちらに抜いてもらっていて大丈夫です。ここのことか。瞬間移動、瞬間移動。あれ、さっきの子に出なかった。僕の課題としてはもう社長様をもう怖がらせるっていうのを前提にいきます、はい、
っとリアクションを取れる感じとはなかった。はい。でもまあ楽しいには楽しいと思います。あ、ちょっと待ってください。すいません。はい、もしもし。はい。いや、もうちょっと今撮影中。はい。ああ、はいはいはい。この前言ってたやつです。いや、今朝も確認しましたけど大丈夫そうです。はい、電源入ってますし。はい。今ちょっと撮影中なんです。ごめんなさい。え？え？ローレンスさんの指名が入りました。右から来た。お客様大丈夫ですか？ということで、今回のハクトラザさん総集編いかがだったでしょうか。来年以降もゴーストチャンネルでは撮影が可能であればハクトラザさんのイベントに参加する予定です。引き続きご期待ください。ご視聴ありがとうございました。怖かったですかね。僕はあんまり怖くなかったですけどね。これからもっともっと怖いところにゴーストチャンネルは行きますんで、チャンネル登録とグッドボタンとコメントもよろしくお願いします。頼みますよ。